はい、こんにちは、まえちゃんの今井です。はい、今日はですね、東京おもちゃショーへやってきました。はい、新しいね、おもちゃとかいろいろあると思うんで楽しんで見ていきましょう。うん、はい、まず高富さんです。はい、行きましょう。うん、あ、スナックワールドだね。いや、ありがとう。はい、でも遊びが使われる最先端ですが、マックイーンの浴室すごいです、これキングレードバースト来ました。切りましょう。じゃ見てこれ、ミラーデスサイザー。おー、かっこいい。かっこいいだ、これ。うん、手に持つことは大丈夫です。持っていって、ね、すごい。あれ、ここが動く。あ、ほんとだ、すごい。ちょっとディスクとさ、ドライバーを見せてよ。あー、すごいね。すごい、スーボルテックスだ。これは、あ、これ新しい。うん、すごいね。お、これがレジェンドスプリガン。スプリガン、ストームスプリガン、レジェンドスプリガン。おー、左右かっこいい、4回転全光展示だって。おー、登場7月、すごい楽しみだな、これは。はい、スターウォーズです。あ、これだ、復刻版のフィギュア。ここが欲しいやつ。あ、こっちもあるんだ。これもだ。これすごいな、ブラックシリーズ。イライラして顔が真っ赤になる。青いレバー通してみてください。はい、じゃあせーの。はい、そうすると走り出してイライラがなくなって顔が元に戻るという証拠。踏切遊びもこのようにできますので、いろいろな遊びができることになります。わかんないでください。こちらの線路もこのように止めることができます。あ、これこれ、素敵完璧上デッキボックスだ。うん、これ出るんだよ。うん、お、マジでマットなラグビッシュカードプロテクト開発中だって。はい、これ全部、あ、そこにシークレットマンションが。ここをカチッとするまで引いて、ここを押すと弾が出る。今一回引っ張ったから出るよ。あの番号狙って。アップグレード起動中です。ストライドディフェンスパスウェイです。あ、すごい。今度6枚です。シールドの発射が開始して。スタンド丸々入ってるような形。
はい、まるまると言いますか、500種類の生き物が入ってます。あ、そうなんですね。はい、でこれ、あ、いいじゃん。で、これで OK ってすると保存されまして、このカブトムシの図鑑ページに自分で撮った写真が登録されるんで、オリジナルの図鑑を作ることができます。すごいね、いいね、これ。同じように動物園に行って、ペッパンダとかゾウを見つけて写真撮れば、写真もどんどん増えていきます。はい、はい、セガトイズさんです。はい、行きましょう。はい、お、カーブ。あ、本当だ。ツリー。え、スマートフォンドライブだって。これ、これカーブじゃない。やった。やった。トロロンランドだって。あ、これ。合体トイレ。これ使って、あ、これなんですね。これで快適な睡眠をサポートします。スイッチ入れると上にこう投影するんだけど、ホースの学生でほらブルーマップ作るじゃん最後、あれが再現できる。BB のがこれで、アルツネスがこれ。そう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 、そうだね。映画の通り持ってる。確かにそんなシーンあった。はい、バインダイ風船やってきました。行きましょう。イエーイ、ほい。まずは妖怪ウォッチかな。はい、見ていきましょう。リラックスします。リラックス妖怪ポットってやつだ、今のが。あー、あー、すごい。さあ、このようにですね、2つの容器を組み合わせて1つの容器を作り出すのが、新しい妖怪ポット冒険スターターキット。デラックス妖怪マグナム&デラックス妖怪ポット冒険スターターキットか。なるほど。長く押して、長く押して、そう。で、これでメダルを、トレジャージマニアのメダルをここにタッチ。そう。そうすると、ジマニアの力がここに宿りました。灯りました。これでさっきと同じように打ってみよう。いいよ。おお、すごい。そう。メダルによって音声が変わるってことですか。そうです。すごいね。もうウォッチじゃないんだ。そうなんです。もうまるっきりウォッチじゃなくなっちゃってる。めっちゃかっこいいじゃん。うわー、これってエンバだよ。レベルプライダー、わー、無敵だこれ。してる。すごい。これは楽しみだ。あー、来た。うわー、最初は無敵がキャスト。え、超すごくないこれ。豪華だ。あ、セットも出るんだね。うん、これ見て。アメリカに出るんだね。すごい。うわー、カレー。
皆さんがドスマをやりたい。多分本物。こっちだ。こっから。これだ。これをめくると。めくると無敵ゲーマーなんだ。うん。普通に無敵ゲーマー。めくった後のまま黒の。いきなりいくか。ホットウィールだ。新しいのは何だ。え、何これ。し光るミニミニトーマスだって。え、光るんだよ、暗くすると。そうそうそう、おー、威力すごい、すごい勢いだね。これがやばいやばい、これ円が崩れてる。すいません、これ円が崩れてます。これ完全クリアトーマスとかなんだろう。本当だ、完全クリートーマス。はい、ホタルの光が鳴り始めてしまいました。はい、でもマイクラ。はい、で、これミニフィギュアプレイセットだって。いいね。このですね、今後ろに見えておりますマテルさんのブース、このブースで、2017年6月3日にですね、はい、我々出演させていただくことになりました。はい、お昼の12時半から1時半ぐらいまでにちょっとここら辺のブースにいますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。はい、あのね、ホットウィールのいろんなおもちゃで、ね、遊べるしね、うん、あのミニカーいっぱいあるんで、ぜひ皆さん来てください。はい、ということで2017年の6月3日12時半から1時半ぐらいまでいると思いますので、はい、皆さんぜひお越しください。うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。